ウエスト、ちょっと洗い物が溜まっているので洗い物しながらブルージャイアントを見に行った時の話をしたいなと思います。ブルージャイアントの映画見たんですけど、本当にね、最高でした。試合が終わって帰りに地下鉄乗って見に行ったんですけど、めちゃくちゃ泣きましたね。一人で泣きっぱなしです。でその後小林勇気に勧めたんですけど、もう最高にハマってましたね。今ジャズしか聴いてないって言ってました。ちょっとね、漫画と最後のところが違うんですけど、やっぱり映画の終わり方の方が綺麗かなというか、いいなとは思いましたね。僕はこんなにこうモチベーションというかやる気をかきたてられる漫画映画はなかなかないですね。主人公ダイっていうんですけど、自分がダイぐらい頑張っているかなっていうのを、まあ見るたびに思わせられますね。こんなに自分頑張ってるかなっていうのを毎回思わせてくれる。そのたびに力が湧いてくる感じですね。僕自身も皆さんにそういうパワーを与えられるような存在になれたらいいなと思います。ちなみに札幌では、やっと昼間の間は暖房を切っても大丈夫な感じになりましたけど、夜間はまだつけて寝てます。朝方こう寒くなっちゃうね。ちなみに今日は神戸にですね、アントルヌーっていうフランスフレンチのお店があるんですけど、前にメゾンドタカっていうお店をやっていた高山シェフが新しく、去年かなかな始めたお店で、めちゃくちゃ美味しいんで、ちょっと皆さんおすすめです。でそこの高山シェフがハンバーグを送ってくれて、それを温めてたものと、あとはねチャーハンを自分で作って、野菜はねなんか温野菜みたいなのをウーバーで頼んで組み合わせて食べました。たまにですけどこうやって家で食べます。で、まあ、全部をこう作ったり用意するのって結構時間もかかるし大変なんで、まあ、野菜だけはウーバーとか、まあ、メインだけウーバーとか組み合わせて使うようにしてますけどね。そういえば国会でなんか令和新選組が議員補カードを使ってましたけど、あれどういうことなんですかね。国会の議員さん、政治家の皆さんってなんであんなに足引っ張り合うんですかね。もうなんか例えば僕らで言うところの、もしキャプテンをやりたい人が2人とかいた場合に1人に決まって、そしたら外れた方がずっとなんかその人の邪魔をするってことですよね。めちゃくちゃかっこ悪いじゃないですか。なんか一度決まっちゃったらもう一緒に日本を良くしていくために、もちろん反対意見があるのはいいことですけど、協力してやればいいのにって思うんですけどね。でそんな普通のことはできないんでしょうか。それは令和新選組だけじゃなくて、いつだってそうだと思うんですけどね。どこも正当だってなんかそんな感じするんですけど、犬飼選手結婚しましたね。大変おめでたいんですけどね。また一人僕を置いていったなっていうコメントをしたら、置いていったなっていうことは大悟さんも行くつもりですかみたいなコメント来てましたけど、行かせてくれよ。まあ予定もないし行くかわかんないですけどね。本当に今お風呂を入れてるんですけど、うちなんか水道全部がなんか連動していて、お風呂入れてる時にお湯使うとお風呂の水一回、お風呂のお湯を溜めるのが一回止まるんですよ。これめちゃくちゃ嫌なんですけど、うちのお風呂沸くのめちゃくちゃ遅いですからね。この間にいろいろできちゃいます。あ、そういえばちょっと前に卒業式で髪型がなんか校則違反だって言って隔離されてたと思いました。それもなんか時代にそぐわない感じですよね。なんかあってもなくてもいいルールみたいのを守らせようとするっていう大人よくいますけど、ね、僕結構嫌いですね。West. 終わりかな。あ、パイナップルを切り忘れてました。パイナップルはですね、なんか目の中になんかアメーバみたいなこう透明なやつがあるじゃないですか、多分みんな。でこう目を動かす、眼球を動かすと一緒に動くみたいな。で僕最近なんかこう飛蚊症みたいなこう黒いのが一個できちゃって、で YouTube とかを見てるとパイナップルってなんかそういうタンパク質を分解する作用があるらしく、でその目の、なんていうか忘れたんですけど、目のそれも、タンパク質が固まったやつらしいんですよね。で、それを分解するために、パイナップルがいいっていうのを、それでは言ってたので、最近パイナップル、毎日食ってます。
今ね1ヶ月ぐらいしかねやって、パイナップルって美味しいっすよね。最近はそのパイ 朝はですね、パイナップルとリンゴ、バナナ、あとなんか、小松菜かほうれん草をオーツミルクでを混ぜて、バイタミックスに一緒に入れてジュースみたいにして飲んでますね。リンゴ、バナナ、野菜ですね。今日はアボカドとか入れましたね。パイナップルは朝とかに切るのがめんどくさいんで、こんな感じに切っといてタッパーに入れてます。じゃあということで皆さんおやすみなさーい。まあ、お肉の部位説明して、はい、で食べていただいた時に日清酒が初めて日清酒が映ることでえっていう、なんか紹介はしないんですよ、はい、あのコメント欄で試乗者が気づいていただくっていう。淡路ビーフのイチボご用意いたしました。できました。お願いします。おいしいな、これ。おいしい。カット。あ、どうもありがとうございます。おお。すごい。うまいかよ。すごいよ。すごいよ。おいしいな、これ。おいしいな。はい。待って、これ。あれ。あ、ちょっとこう、お肉を追いかけてもらう。ああ、わかりました。あ、焼けました。いきます。どうぞ。おいしいです。ありがとうございます。悔しいです。3万。これはえぐい。え、これなんですか、食べてコメント。そう、これ撮影だから。どうぞ。いただきます。面白い。これは面白い。絶対美味しいお肉で面白いっていう。なんか広がるし。テキツは美味しいだけど。ノーマルバージョンももらったことない。ノーマルの。ちょっとなんかコメント難しいものに対して面白いだったみたい。すげえダメだし。え、じゃあ食ってみてください。本当に。本当に面白いから。面白い。